っしゃいます川崎宗則さんです。どうぞ石橋さん、川崎さん、拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。なんで石橋貴明が作ってくれなかったんですか。高さんでもね、大丈夫でしょう。ボスバイドかっこいいです。かっこいい。はい、なんか雰囲気変わったボス、うん、僕も昔から知ってますけど、はい、アメリカのボスもよく言ってますけど、なんか違うニューボス、新しい感じがして、はい、新鮮ボスの雰囲気を、はい、今日はたっぷりお話しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。今回のコレクションはどんな風に。僕はボスさん約20年以上、はい、いろいろって協力して、ね、いただいて、うん、本当にこういう形でまた切れて、うん、僕の年齢ででもまだかっこよく見せてくれるっていう、うん、はい、さすがボスって感じです。ありがとうございます。実際にあの、はい、着てみての着心地っていかがですか。本当に軽いですよ。本当に軽いです。なんかもう着てない感じで寒いぐらいです。着てますよ。大丈夫です。はい。あの川崎さんからご覧になっていますか。いや、タカさん本当に、うん、元々このタカさん、僕も2006年タカさん久しぶりに今日会ったんですけど、はい、若い、やっぱり若いし、そうですよね、スポーティーなのよタカさん、やっぱ体が。今年タカさんいくつになりますか。今年63になります。全然見えないです。ちなみに、つい最近まで、はい、大谷さんと同じジム行ってました。ジム一緒のジム、はい、同じジム行ってました。すごいじゃん。それとボス着替えてますね。はい、体いいもん、タカさん。すごいボスのタカさん似合ってるって感じですね。ボスか。で、僕もタカさんの、はい、あのいつもメジャーリーグ2のおかげで、僕2012年からメジャー行った時にですね、はい、その時にショッピングモールでボスがあるんですよ。で、僕もそれですごくボスに助けられて、はい、メジャーリーグというとこういうジャケット着たりとか、はい、襟付きじゃないと入れないんですよ。そうなんですね。ドレスコードがあるんです、はい、球場によって。例えばヤンキースとか、はい、いろいろ球団によってはそういうので入らないといけないドレスコード、はい、その時すごくボスさんもうどうしようと思った時にボスに入って、うん、ボスでこうジャケットと襟付きのシャツを買ってからそのまま、今年今シーズン大谷選手のこんなところを見たい、なんかこう具体的なこんな姿を見たい。やっぱりプレーオフに出てずっと言っていた、うん、ピリピリした野球をやりたいっていう、やっぱり去年の WBC の優勝をした瞬間の、うん、はい、あの大谷君の姿っていうのは、あ、やっぱり大谷君は勝ちたいんだなっていう、その瞬間見たじゃないですか、帽子を投げて、はい、グラブを投げて、はい、うわーってやって、で、マキが飛び込んできたのをバンッと外して、すかした。それで中村君と行ったっていう、ああいう姿を見たときに、やっぱり勝ちたいんだな。だから、プレーオフ出て、ワールドシリーズ、そしてワールドチャンピオン。で、また帽子投げてほしいと。はい、僕は。ビャーンと。はい。見たいです。なるほど。そしてボスのジャケットが。そうですね。そのシャンパンファイトして、はい、いいですね。田中選手はどうですか。僕は田中さんと一緒で、はい、やっぱりワールドシリーズ、まあ、これを本当にみんなワールドシリーズを制覇したい、うん、あのリングが欲しいんですね、はい、これをメジャーリーガー39団どの選手も思ってるんで、今年はドジャースは非常にチャンスなんで、10月からの戦い、はい、プレーオフ、まず翔平さん行ったことありませんので、プレーオフ出てそこをみんなでまた盛り上げていって、うん、そして最後11月末ワールドシリーズのチャンピオンをみんなで見届けると、これが一番僕は翔平さんに今日口やってほしいことです。楽しみですよね、はい、あのというわけでですね、あの本日は本当はね来てほしかったんですけれども、うん、大谷選手メジャーリーグ開幕中ということでお越しいただくこと叶いませんでした。今日来てたらすごいですよね。来てほしいよね。チャーター見てここ決まったって本当にあの僕は高校レベルで終わってしまったんですけど、本当に今でももう40何年前になりますけど、その仲間が集まると、その18人の時の野球部の時に戻れるっていうのが、なんか野球というスポーツの素晴らしさを物語ってるんじゃないかなと。いつの時代もその時代の楽しいことを思い出させてくれるスポーツだと思ってます。ありがとうございます。今年の目標は唯一あるとすると、今年で63なんですけども、今年63を迎えて来年のスポーツ王で、ヒットを打つと、水島新司先生が書いた
アブさんを超えるんで。アブさん超えて。アブさん62歳で引退したんで、はい、63歳で野球盤でヒットを打ったら、今年一生懸命生きた証だと思ってます。嬉しい。タカさんが63で頑張って、僕43、まだまだ。まだまだ赤ちゃんだもの。まだまだ。赤ちゃんだもの。嬉しい。この野球の先輩がやってくれることが。はい。ありがとうございます。続いてじゃあ向かって右手、向かって右手側、はい、目線必要の方挙手お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あ、こちらもお願いします。いただきます。